なにわ男子の道枝駿佑と長尾健森が16日、都内で行われたボディケアブランド、シーブリーズの新 CM キャスト発表会に登場。同 CM シリーズ史上初となる男子2人組キャストに起用され、胸キュンセリフの応酬を繰り広げた。道枝駿佑&長尾健と、青春胸キュンセリフの応酬 CM 内でも披露しているサッカーで、ボーリングのピンを一本でも多く倒した人が、CM のテーマ、汗の血、晴れの青春キーワードのお題に対するセリフを即興で披露することに。ボーリングの結果は、道枝が7本、長尾が6本、それぞれピンを倒し道枝の勝利。長尾は、いや、惜しかったですね。今日の朝もチャンピオンズリーグ、レアルマドリード対リバプール見てから来たんですけどねー、とサッカー好きにもかかわらず負けてしまったことに悔しさをにじませたコメント。勝利した道枝は、部活、シチュエーションを選択し、なかなかシュートが決まらなくて落ち込むサッカー部の友達に一言、に挑戦。CM では長尾がどうシチュエーションを披露しているが、今回は道枝が即興で披露、あ、そっか。なかなか決まらなかったか。でも、お前のシュートは俺の心に決まってるから。そういう時は、はい、シーブリーズ、と決めると、会場からは拍手が沸き起こり、長尾は、いやー素晴らしかったですね。皆さんの心にもシュートが決まったと思います、と絶賛して道枝を笑わせた。本来は道枝のみの予定だったが、その後、MC から、ちなみに長尾さんだったらどれを選ぶつもりでした、と聞かれ、長尾は、つもりですよね、笑、と驚きながら、放課後、シチュエーションを選択し、暑い夏の日の帰り道、目の前に見つけた友達に駆け寄って一言、に挑戦することに。お疲れー、めっちゃ汗かいてるやん。まあでも重い荷物背負ってるもんな。部活帰りやもん。でも、疲れてるけどさ、この後一緒に、遊びに行かへん。でも汗かいてると思うから、リフレッシュに、シーブリーズ、と披露すると、道枝は、遊びに行きたい。ドキドキする、と無邪気に返答。長尾は、自分もすると思ってなかったので緊張しました、わら、と語った。その後、ボディシートを試す際にはセクシーに汗を拭い、記者から大量のフラッシュを浴びた道枝。長尾が、すごいシャッター音、わら、と突っ込み、MC からは、セクシー。大人の色気を感じた、と言われると、道枝は照れながら、ありがとうございます、わら、と一言。その後、長尾は大量のフラッシュに緊張しながら汗を拭き、クラスで拭いてる時は、シャッター音、が慣れへんから、と言うと、道枝から、そりゃそうやろわら、と突っ込まれていた。道枝駿佑&長尾健と、シーブリーズ、史上初男子2人組キャストに決定2人が出演する新 CM、とある青春編は、16日より公開。CM タイアップソングには、なにわ男子の書き下ろし最新楽曲、ブルーストーリー、が起用された。道枝と長尾は、なにわ男子のメンバーであり、学生時代は同じ学校に通った同級生。メンバーとして、同級生として、様々な場面で汗を流しながら切磋琢磨してきたその経験は、二人だからこそ作り出せる自然な空気感にも現れ、本 CM に等身大のストーリーとして反映されている。